はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。3月後半イベントは転生妖怪現るイケメン魚編ということで、まあ昨日ね動画でお話ししましたけども、今日はもう少し深い話をしていきたいなと思います。注目妖怪のですね必殺技についてちょっと話していけたら面白いかなと思います。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。今回ね妖怪大辞典の追加は9体ということで、ランク Z が2体、そして SSS ランクが4体ということでかなり気になります。やはり一番の目玉はですねイケメン犬が転生してイケメン魚、これがですねやはり一番の目玉となる、まあ、絶対にねゲットしたい妖怪になります。イケメン魚なんですけども、不気味族のランク Z、 入手方法はですねやはり挑戦者かなと思います。まあ昨日はねいろいろお話しして、まあ、チャレンジステージ確かにあるんですけども、まあそこでもね出てきますけども、仲間にできるのはやはり挑戦者、武道会といったら挑戦者で、気になる必殺技はですね全ての妖怪プニを消してボーナス玉を作る、これがですね一見よくある必殺技なんですけども、まあ新必殺技と言ってもいいんじゃないかと思います。特殊能力はもちろん獲得ワイポイントアップと。それではですね必殺技の予想 CG 作りました。これね見ていきたいと思います。まずですね必殺技発動します。そしていつものようにイケメン魚出てきます。そして必殺技の名前下に出てくるイケメン様のささやき G ということで、もちろんグレートまで打てます。強力です。サンゴ礁が下から出てくる、どっかで見たギミックだぞ。そして魚群が現れます。激アツです。ザーッとね右から左に魚群が流れていくと、なんだこれは中に1体金魚が混じっているぞ。おっとこれはイケメン魚か。金魚が振り返ってこっちにピースサイン、そしてなぜかイケメン魚飛んでいく、そして最後に僕イケメンでですねボーナス玉が出てきます。ボーナス玉数半端ないです。これもどうなのと思うけどね。やべえ、プニプニ工場長でですね超巨大なボーナス玉ができたり、暴走円まででっかいボーナス玉が2つできたりしましたけども、これはこれでやばいぞ、さすがランク Z。 もう1体ですね気になる妖怪がいます。まあイベント攻略の鍵となるキャラなんですけども、ホレマクール、ランク SSS、 種族はプリチ族、入手方法はお宝解放になります。最後のねお宝解放でゲットできる。特殊能力は強敵に対して特殊能力があるということで、これを取ってイケメン魚をね倒しに行く、まあそんな感じになるかと思います。必殺技予想 CG 作りました。僕のホレホレ天国、そしてでっかい唇が出てきて大量プニ消しと、まあギミックはね結構あっさりしてます。これだけです。その他にも気になるキャラとしてはアメ男 SSS ランク、種族はポカポカ族、入手方法はガチャから、追加ガチャから、必殺技は中央の妖怪プニを消してボーナス玉を作る、特殊能力は強敵に対して特殊能力と、俊太郎ランク SSS の不思議族、入手方法はガチャから、必殺技は全てのプニを消してボーナス玉を作る、横取りで戦力アップします。だから横取りやる人は必須です。見るからに振られてシュンとしている。さあ皆さんはね次のイベントどんなイベントになると思いますでしょうか。そしてイケメン魚の必殺技ギミック、どんな必殺技になると思いますでしょうか。コメント欄で教えてください。それじゃあ